あ、いたいた。おーい、待って待って。呼び止めてごめんね。渡したいものがあって。はい、これお土産です。昨日東京の日帰りバスツアーに行ってきたのです。家族が申し込んでてね、一緒に行ってきたの。バスでいろんな観光名所を回ってご飯を食べて、降りずに窓から見るだけの場所もあったけど楽しかったよ。東京は前にアクアのみんなとも一緒に行ったことがあって、その時はスクールアイドル活動のために行ったんだ。そのせいかな、東京イコールスクールアイドルの活躍する場所ってイメージが頭にあったから、純粋に観光だけっていうのかと言いつつ、無意識のうちにスクールアイドルの情報がないか探しちゃってたんだよね。私が行ったバスツアーの他にも東京のいろんなコースを回るプランがあるみたいなの。いつかあなたやみんなと行ってみたいな。東京だけじゃなくていろんなところに行って思い出をたくさん作りたい。あ、ちかちゃんたちが来たみたい。みんなに渡すお土産もあるし、行ってみよっか。